皆さんこんにちは、ヘルニアです。本日は普通に武田がやりたいという個人的願望から、武田家をプレイしています。前日に今川と武田の位置を変えたら、普通に武田信玄、天下取れたんじゃないか説というのをアンケート案で、皆さんに聞いたわけです。だったら、そっちをやってくれって感じかもしれませんが、現在普通に時間がなくてですね、あまり手の込んだ撮影や、編集も表情を変える必要がない、ヘルニアの一人実況で手を抜い戦略的コストカットをしているのはそのためです。というのも、おおよそ僕は月の前半に投稿が過去も多めなんですが、それは月の前半、長くても10日間程度の視聴回数だとか、広告の単価だとか、見ましてや、今月は調子いい。今月は単価がコナミ人だ、と判断して投稿ペースなどを決めるのが裏の状況なのであります。ちなみに今月は5段階中にって感じなので、ゆるゆると、来月のホイホー DLC などがある10月の最強勝負月に、準備の9月といきたいわけですが、動画の冒頭、45秒も個人的なお話をしてしまったので、そろそろ武田の話に戻します。武田といえば騎馬隊、ゲームにおいても非常に騎馬に特化した特性の持ち主など多いです。武田の領土に、時折コメントでもいただく諏訪大社があるのですが、馬牧場で上がる騎馬のレベルを本来の1から、宮さんに上げるとかいう、結構簡単に騎馬レベル8とか9に行けてしまう勢力。というか、武田特有の政策が騎馬レベルを最大12まで、解放し上げることが可能になる内容でもあります。甲州周辺は馬牧場だらけなのもありまして、まさに騎馬対イケイケで戦うことになる、強い勢力であることには間違いないのですが、いくつか大きな問題がありまして、それが周辺勢力が絶妙に強い、かつ地形的にあまり進軍向きでない、という2つの大きな問題をこの勢力は抱えます。まず武田は南に今川、東に北条、北に長尾上杉、西には織田斎藤と、中、大規模勢力が存在している状況であり、間違っても四面楚歌で勝てるような国ではありません。いや、プレイングが上手ければ、二国か、もしかしたら三国くらい、相手できるかもしれませんが、東の北条や西の織田のように、平たい地形ではなく進軍ルート、これがかなり限られる点も、武田の進軍を阻む要因となっているのです。部隊としては限りなく騎馬隊が強いわけですが、周りも武田に抵抗できるくらい強い勢力が多く、そのくせ進軍するのは一苦労というのが、武田のきついところ、いっそのこと、比較的進軍しやすい今川の東海道沿いを抑えた方が、多分西に行く意味ではやりやすいのですが、構想寸三国同盟すらない今川は唯一の婚姻同盟相手で、上杉とだけは基本的には仲良くできませんから、普通にやるなら今川との同盟は維持する方が無難です。また城としては先ほど、馬牧場が多い点が強い、という意味合いで話しましたが、筒子ヶ崎などは優秀ですが、結構城下施設や軍として狭い城が多いのも、パワーが発揮できない要因の一つに。普通、城下施設には灌漑水を軸に整備し、筒子ヶ崎のように5個以上あるならば、三田や米問屋や、商人町や、場合によっては鋳造所など、建てるわけです。が、場所によっては城下施設が2個しか建たないところもあり、灌漑水路2つで終了、とか、米問屋と三田で進軍整備だけして、終わりと、全体的に潤沢な強化がしにくいのも特徴。ただ、有名な金山をはじめ、まだ金はある方ですので、最初は今の長野、信州の小勢力を抑えていきましょうかね。ってことで、軽く時間が経ちました後に、まずは小笠原氏から滅ぼして、可能であれば人材をいただきましょう。後の天下人となる秀吉なんかを抱えた織田家が、人材的には最も優秀な勢力になりますが、武田も上位メンバーということであれば、それに遅れを取らない武将たちが、揃っている方であります。ただ関東の上杉連中が滅んでいるわけではないので、例えば真田昌幸の父、真田幸隆なんかはまだうちにはいない状態、また数の面でも、織田は最後まで人材で困ることはまずありませんが、それは織田の特性的に、武将への経験値が入りやすく、すぐに組頭たちも育ち別の城に配属できるなど、そういう事情も存在します。武田は初期の城、これが一番少ない時期のスタートですが、それでも全部の城を埋めるなんて数の人はいないため、優秀な奴は多いですが、単純に数までは潤沢でない状態です。なお言い忘れていましたが、小笠原は隣の村上氏と同盟状態でありますので、当然ハッピーセットで敵の増援部隊、これを相手しなければなりません。村上さんと上杉の話はまた別の機会として、運よく、小笠原の城の部隊も外に出て迎撃の動きを見せてきました。武田相手に野戦を挑むなど、返り討ちにしてやりましょう。と武田の騎馬隊は野戦でこそ力を発揮する、みたいな言い回しをしましたが、実際は野戦でも攻城戦でも、普通に強いです。っていうか、序盤の兵数が少ないタイミングで高レベルの騎馬、今はレベル5程度でしたが、それをぶつけられただけで、兵数によっては今のように一瞬でコナミ人、壊滅、撤退させてしまえるのが武田の最大の長所と言えますね。逆に相手が1万人とかになってきますと、よほどこちらも高レベルな馬、そして馬攻撃が強力になる、頂上周年数を整備しなければ、有効打になる攻撃はなかなか与えることができません。と言っても武田の場合きちんと整備すれば1回の馬攻撃で、3000の兵が吹き飛ぶとかいう、戦国無双も仰天な兵数が、一瞬で解ける状況を過去も食らってますので、武田が強いのは案外馬が効きやすい序盤と、内政がしっかり終わってくる終盤の両極端かもしれませんね。さて、信長の野望では大体主力大名の重臣連中、例えば〇〇四天王とか、そのあたりは強めに設定されており、武田もそれは例外ではないのですが、実はこの時、年代が早すぎまして、四天王連中をはじめ、能力高めの連中は、足軽大将前後にいるような状態、従って、武田のフルパワーが出せないのではと思ってましたが、そんなことはなく普通に混乱戦法持ちだとか、地味に優秀な方も多く、戦いには圧勝できましたね。武田は四天王だけでなく、他にも能力値が80、場合によっては武竜など1項目なら90台と載っているものもおり、優秀なメンツが数多いですが、上杉との川中島、織田との長篠と
という比較的重要な戦いを見ましても、武将がイベントなどでもコナミ人になる機会が多分一番多い勢力、通常戦闘でも主力メンバーがなくなったりしないように、注意していかねばなりませんね。さて小笠原だけを攻めるつもりが、運よく村上軍もある程度減ったので、一本道に5部隊以上送るならば、右折だ右折と小諸城へ。と言っても、その城に限って最前線なので当然だが、城の兵数は減っていないのですが、まあ1200程度の兵数であれば、ギリギリ小兵力でも落とせるでしょうか。ひとまず小笠原がこれにて完全に滅びまして、続いて小諸城も問題なく耐久度も低いので落とせそう。武田の武士を手に入れた最前線に投入していきますかね。彼も平均80程度と言わずもがな主力級メンバーの一人です。続いて小諸城も陥落し、さらに追撃をしたいところですが、さすがに兵糧的には限界。相手の城はどちらも数百なので攻め時ですが、城2個程度であれば、いつでも落とせることでしょう。小諸には武田四天王の板垣信方に入ってもらいましょうか。なお、武田四天王は基本的には、山形、馬場、高坂、内藤の4人を、指すことが大概ですが、新人の初期の頃までは、先ほどの板垣氏をはじめとした、いわゆる前期メンバーとでも言える武将4人が存在。と言っても、そのメンバーの多くは生まれが1400年代なので、一回り上の世代で、早めのシナリオなんかでないと、扱えないのが悲しいところ。しかし武田の魅力は、そんな古きメンバーが使える前期、高層寸三国同盟時代や、信長包囲網、徳川との味方ヶ原など、武田が最も武将的には手厚い中期、そして長篠、武田勝頼時代による後期というか末期とでも言うべき、三つの楽しめそうなポイントがあり、そこはプレイヤーによって、楽しみ方が異なりそうなところ、今やってる北条での北条氏近もそうですが、毛利高元や武田信繁といった、お家にとっても重要となる人物。特に嫡男だとかが生き残っていれば、その後歴史はどうなったかと、試せるのもこのゲームの良いところでありますね。とおしゃべりが長くなってしまいましたが、ゲームでは最初に出兵したメンツではギリギリ兵数が足りなかったので、手に入れた土地などの国衆にと中方位を任せまして、最後、ギリギリ兵数が足りないので信玄隊にとどめようと思ってましたが、意外に国衆が頑張ってくれたので、このまま城を落とせそうです。信玄隊もただ帰還するのは尺と言いますか。振り上げた拳の行く先は、木曽福島城に向きまして、多分最も独立してでの領土拡大が難しい木曽家は、城の耐久度がかすいこともありあっという間に城はずたぼろ。なお、真田幸隆が来たのは上杉連中が滅んだからであります。そして木曽さん、城ボロボロの状態で対等に交渉するつもりなのか、自ら従属することすら提案せず、交渉の席を設けた様子。まあ当然ですが、こんな耐久コナミ人になってから言うんじゃねえと、そのままひねります。デメリットが大きく扱いにくい表情集メンツですが、武田はメリットも大きいものが多いため、採用は積極的に行えそうです。メンツが初期すぎてしょぼいですが、例えば信繁は問答無用で、騎馬レベルを3も上げてくれるようです。鉄砲が壊滅的に使えなくなるデメリットはありますが、伊達の勇気兵や、織田のようにさっさなりまさがいるわけじゃなし、鉄砲を積極的に使う理由は武田にはないですからね。デメリットはあまりないものと考えても問題はないでしょう。武田の目標をどこまで掲げるか、というのは人それぞれですがもし地域統一が目標であれば、武田は甲斐と信濃を抑えればいいだけなので、概ね武田の最盛期程度の領土を持つことができれば、そこまで難しくなく地域統一は達成することができます。ただし、上杉やこの時代は長尾、いや長尾もごちゃごちゃしてるから、謙信周りは面倒なのですが、とりあえずその長尾領土の一部、これが信濃ですので、リアル川中島のように争わねば統一はなりません。まずは村上さんをコナミ人にしまして、最後まで意外に粘りましたが、これで地方統一は大手です。と同時に、信玄のライバルである上杉謙信とがっつり国境を接し、ここからは対峙していかないといけないのが辛いところ。とりあえず村上さんは余計なことしそうなので、今のうちにコナミ人として、最前線には武竜90を誇るオブトラマサさんを投入。この名字、初見で読める人あまりいない説がありますね。しかし先に、因縁のある長野成政、美濃和城から攻略するのが、良いのではと思いましたが、山本勘助から、5倍以上の兵力がいても、苦戦するのでやめとけと言われます。美濃和城は結構巣の耐久が高い城であり、東北ほどあからさまじゃないですが、そこそこ行軍にも時間がかかります。突出するので嫌なんですが、飛騨に出兵し領土拡大、戦力を十分整えたところで、信濃最後の飯山城を狙って動画の締めとしたいと思います。この城は本来、春日山が目と鼻の先ですので、上杉からしたら生命線のような場所の城に当たるわけですが、どういうわけか上杉謙信、ろくに出てこなくてですね、なんだ余裕じゃないかと思って油断してましたら、後から謙信出てきまして、ほぼ武田信玄と上杉謙信の一騎打ちのような戦いを、部下はどうしたって感じで、殴り合うことになったのですが、謙信の能力が、敵の兵力を削りつつ混乱とかいう化け物能力でして、これに対抗するには騎馬レベル10の信玄であっても実は不利でして、この後敗北となってしまいます。ただ今回は馬鹿みたいに差しで戦ったので、散々な結果でしたが、武田には混乱無視とかいう、上杉謙信キラー馬場信春がいまして、彼を筆頭に対抗策がないわけではないのが、武田の強みかなと改めて感じました。その後、斎藤に狙われるわ、長野家に地味に狙われてしまうわ、その後さらに上杉に追撃を食らうわで、思ったよりも拡張できない印象の武田家、これで北条も相手にしようなんてとても思えず、高層寸三国同盟は、ある意味、武田が生命線的には恩恵を受けているのじゃないか、とすら思えます。
まあそんな感じで、特に長球ですと回りが強いのもあり、大国といえども歯応えあるプレイが楽しめるだけだけ、実際きつい位置だったでしょうから、武将や騎馬、資金源としての金山などがあるゆえに、どうにか生き残れたのではないかとも思いました。上杉の追撃でさらっと飯山返しちゃってますが、武田はまた別の機会でもやるかもしれませんので、本日の武田プレイはここまで、結構うまくいかなかったので、コメント欄にぜひコツなど書いていただけると幸いです。ではまた。